いきます。はい、ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。YouTube をご覧の皆さんも、こんにちは。こんにちは。今日も一日、はい、いきますか。じゃあ、ね、今日のネタです。はい。まあ、最近ね、はい、散々サボってますから、我々。いや、ワールドカップ。ワールドカップ期間中。ワールドカップは仕方がない。ようやくベスト8が出そうですね。そうですね。いや、最後の昨日の試合、うん、あのベルギーとアメリカの試合。ああ、はいはいはい。あれはいい試合だった。そう、もう見とるこっちがね、泣きそうなぐらいいい試合だったよ。めちゃめちゃ点が入らないんだけど、紙一重でディフェンダーがね、かわすんだよね。からすごい鳥肌が立つとか言って、すごい試合でしたね。まあ、ワールドカップネタもね、うん、まあ、これぐらいにしときます。兄貴がね、脱線するといけない、怒るからね、ワールドカップで長なっちゃうから、今日はですね、はい、エチノビア、七夕祭り、いや近づいてきました。市役所もらってきたんですけど、はい、まあ、我々のやるね、うん、このイベント、うん、宇都宮世界音楽祭っていうのは、はい、この何ページに渡りながら、ここにギリギリ、あ、すげえ、でも乗ってるだけですごいですよ。あ、ちっさ、一番本当だ。それ一番安いわけじゃないですか。これあのただで ね, ね、乗っけてもらえるとね。あ、そうなんです。そうなんです。結構 ADC いっぱい使うのに、そう、あんなに広い範囲を使って、うん、2日間頑張るのにもかかわらず、はい、わずかこれだけの扱い乗せてもらえただけありがたいと思い、愚民どもみたいな感じ。いやいやいや、逆にでもそういうことされるとテンションが上がっちゃうってことを知らないようですね。そうですね、小枝方の、もしかしたら知ってるからこそ、はい、そうやってやってるのかもしれない。エールですか、我々に対する。あいつら踏みつければ踏みつけるほどその反動がすごいから、麦か。ちなみにいろんなイベントがありましてですね、はい、七夕ホール、ホール、ホール、穴じゃないですよ、はい、これホールだぜじゃないですか、そういうことして、これね、なんかスギちゃんともね、あの水木しげるじゃなくて、切れてしまいましたが、もう一回やり直します。はい、スギちゃんと、特急ジャーショーと、お、特急ジャーショーいいじゃん。あと水木の兄貴も来ます。いやー、いいね、暑いですね。でもこれはスギちゃんが土曜日で、はい、特急ジャーショーは日曜日です。ほうほうほう、いや、でも分けていいと思いますよ、メインなんで。はい、でね、はい、しかもね、ほう、300人しか入れません。300人入れないの。メインでしょ。え、目玉じゃないですか。目玉ですけど、はい、2回やるんですけど、同じこと。ああ、そうですね。だから600人、600人で1200人しか入れません。プレミアムがするんじゃないですか。これはちょっと、いや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 、こんなに大きいのに、こんなに大きいのに、1200人しか入れません。うわー、いや、でも特急ジャーショーは正直子供連れていきたいなと思いますけどね。うん、でもこれも特急ジャーショーも、はい、まあ2回やるんですけど、うん、これも300人しかない。じゃあかなりプレミアですよね。で、兄貴のね、水木一郎ライブはね、はい、1回しかやらないですよ。あ、でこれも300人しか入れないし。ついに300人しか入れないですか。300人しか入れないですねっていうのがね、多いですね。300人が入れたいのが多いんですか。うん、だって杉ちゃん300人で、でも水木一郎なんて昔みたいに、だって広場でやればいいじゃないですか、外でね。いや、なんかうるさいんじゃないの。苦情よく来るじゃん。俺はシルクテラスでさ、ちょっと歌歌ったりダンスやったりとかしてすぐクレーム来るからさ、だからもう俺らトークバラエティ的な感じになったじゃん。そうですね、前回から、はい、環境保護を歌っている団体が、はい、で、うるさいってね、クレーム来たらシャレにならんってことで、ね、そういう風になりましたね。まあいろいろね、イベントが、まあ主に26、27で27でね、はい、まあ、やってくるんですけどね。あとコスプレパレードとかもありますね。コスプレパレードも相当お金がかかってるらしいですよね。だってそれは市が投資してるんですよね、うん、産業として、うんうん、なんかね、やってるみたいですけど、もうコスプレはね、はい、なんかよくわかりませんね、私、まあ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 、ちょっとマニアックなキャラが多いね。そうですね、まあ、新一宮プロレスで、はい、
駅前、あの宮前でやった時に見に、ね、いましたよね、ゾロとかね、ゾロずっと目閉じてましたよ、もうすげえと思ってましたね、はい、まあ、肩幅が狭いな、なんか話でしょ、いや、そっとしましたね、あとはなんか、いろいろあるんですけど、うん、まあ、なんすかね、我々はあくまでも700円しか、本気で700円でやるからね、700円で何かを決めた、うん、飴700円をね、はい、持っていって、はい、これで飴浜製菓さん、はい、飴を売ってくださいって言って、飴浜製菓さんもなんか何個でも10箱ぐらい逆にくれそうです、かわいそうすぎてぜひね、はい、配ってね、はい、だから日曜日に最後プロレスやるんで、はい、その時に飴をばらまきます、はい、700円分我々の全予算は雨となって宙を回っているんで、夏の夜をね舞いますよ。で、まあ、なんでこんな安くやれるかっていうと、全員持ち込みなんだよね。音楽とかマスクもそうだし、プロレスもそうだけど、自分のところでリング持ってきてやるから、その運営自体は金がなくてもやれるんだよ、心意気さえあれば。ところがですね、あれです、金畑祭りはですね、本町の4000万ぐらい動いてるんですよね。某司会議員さんの情報をいただきましてね、はいはい、4000万もって1日、1000万っすか、そうですね、でそれですか、それもだって、変な話、持ち込みじゃないですか、ね、そのいや素晴らしい方々ですよ、そのどっかのねブラスバンドがやったりとか、そういうの ね、まあ、あるけどね、素晴らしいですよ、人力車、七夕道中、どうかどうも分からないけど、基本的には素晴らしいです。でも1日に2000万かけることかっていう、どこに2000万かかってるのかとか、いやこれね、七夕が終わって落ち着いたらちょっとね、はい、これ予告編になってくるんだけど、あ、七夕の事業っていうのは予算がどっから決まって、どういう流れで最終的にそこに行くか、たぶん宇都宮の市民は、はい、みんな不思議に思ってると思う、あれって思わない、今まで気がつかなかった、俺全然気がついてたけど、まあ、そうですね、確かに不思議ですよね、予算があって、その予算っていうのは、じゃあ市が細かくと、たぶんどっかイベント業者を委託してくるんだろうけど、どういうふうに委託して、例えば本町側でやるこの七夕祭りに関しては、お金が回るじゃん、そう、ね、俺たち駅の西側になるとお金が1円も回ってこなくて、俺たち700円でやらなきゃいけないんだよ、まあまあまあ、でこの差は何っていう話なわけ、そうですね、この差は何か、なんか、ねえ、まあ気な臭いですよね、なんか気な臭いよね、まあね、まあ、いろいろなことがね、はい、あるんですね、これ名鉄百貨店前にもね、はい、あのフラダンスとかやる、これは多分あれだよね、市の事業とか、いやこれは名鉄さんがやるんじゃないかな、主催どこか書いてないな、まあ何なんですかね、本当にね、何ですかね、それは馬場さんはその一応お金もらえるっていう申請的なことはしてるんですか、いや帳簿代って言ってもらえない、あ、調合代とは一応言ってあるんですか、経済振興会お金調合代って言ってませんって言われて、ああそうですかって、だいたい去年だって成功してるんだよ俺たち、そうですね、集客もかなりあったよね、で経済効果としても七夕で結構暇になっちゃうって言われてたけど、軒並み満席だったもんね、そうですね、駅西があんだけ、うちの店もでも本当におこぼれをいただきましたよ、いっぱいになりました、満席で入れなかったもんね、そうですね、あーってはい、マルタも なしで、ね、俺らね、あれだった、スポキャスが、スポーツキャスターが満席で2回転目の時に、でかいテーブルがポーンと開いたから、ラッキーで入れてもらった、そうじゃなかったら、その後もずっと満席が続くんでね、あすごかった ね、 そ, うですね、でそして俺はそういう時店やらないって言うね、そこでやんすーっていうね、俺がやればよかったのかって思いながら、あんだけ祭りの準備してさ、片付けも大変だしさ、そうですよ、あれはね、店やれへん、
ち売るもんないのだって仕込む暇がないですからね。仕込む暇もなくて、そっちはね、うん、朝からずっとね、音響とかね、はい、だからね、いや大変でしたからね。今年はもうちょっと楽したいなと思って、ね、まあ、いろんな、ね、人に、まあ、ブースみたいな感じで任せるんですけどね、はい、うん、お、そろそろなんか時間が迫ってきましたね。意外に喋りましたね今日ね、うん、もうなんかゆっくり進んでる感じですけど、うん、まあ、七夕祭りで、ね、まあ、俺ら金回ってこないってもうスポンサー募集してもまだ、まあ、もう間に合わないです。間に合います。だからスポンサーは当日でもいいですよ。そうですよ、ね、終わった後でもいいです。いやいや、そうですよね、うん、祭りで全然お金ありません。我々はあのお金を全くもらってないんで、なんか勘違いされることが多いんですけど、お前あんなとこで祭りやって儲かるんだろうこの野郎みたいなふうに言うんですけど、ほんと700円ですかね我々。俺が200円で500円、でね、これほんと金なくやってますから、心意気だけなんで、まあ助けてくださいよって言っても、まあ動かないかな、うん、なんかね、中心市街地っていうね、はい、概念があるんだ。中心市街地は駅と、うん、その市庁舎と、うん、まあ、隅田神社とあともう1点どっかを結んだ、うん、この、ね、4点を結んだ中にあると、うん、中心市街地と見なされて、うん、で活性化の対象になるんだって、うんうん、駅にしろ外れてるのか。そう、外れてる、だって駅までだもん。あ、駅までだ。駅までさ、入ってそうなもんなのに入っていないと。そう、あ、そうなんだ。いやいや、これ確か予告編なんですよね。これ予告編、これ本編どうなるか今からなんかちょっと身震いしますね。恐ろしさのままに。やりますせ。なんでうちらそんな回せ、もしかしたら、はい、本町に住んでる人たちは、はい、素晴らしく税金を5倍とか払ってるかもしれない。ああ、可能性ありますね、うん、だからああやってね、手厚くとかあるかもね。あの、家賃が優遇されていると見せて、ずっと7倍ぐらい払ってるかもしれないですからね。ね、はいはい、我々は、まあ、また貧乏祭りやりますか。雨参ります。貧乏祭りに来てください。そうですね、あの700円の雨の量が一体どんなもんかと。恐ろしい量が来ますよ。雨浜製菓さんのね、男気ね、男気、はい、男気祭り。本当そうですよね、うん、本当にそうなんです。いや、女の子も来るからね。まあ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 、でも人の輪でね、うん、本当に人の縁と、馬場さんの人の縁と人の輪でやります。貧乏祭り形成してあります。駅にし貧乏祭り、なんか来づらいな。なんか嫌なもんもらって帰りそうですね。いいんだよ、もう貧乏人は集めってね。ということで、はい、兄貴なんかよくわかんない放送になっちゃいましたけど、後でまたアップをお願いします。お疲れ様です。どうでしょう。